えっとユニバーサルマテリアルインキベーダーの山本と申します。えっ、ー、と実は本日はですね同僚の、えー、関根というものがこの場でですね説明さ上げるところだったんですけれども、ちょっとあの早稲り病に倒れたということで、あの急遽あのピンチヒッターで務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。えー、と我々ですねえっ、ー、とまあ略称 U.M.I. と申してるんですけれども、あの旧産業革新機構さんですね i n c j からスピンアウトした形の えー、世界でもまあ5社ぐらいしかいないんですけども素材科学に特化した形のベンチャーキャピタルでございます、えーとまあ、メンバーはですね今30名ぐらいに増えてるんですけども、まあ、多くが素材科学分野で、まあ、技術的なバックグラウンドを持つかあるいは事業経営経験を有するというようなメンバーを中心に運営しておりますで、えー、と我々今2つのファンドをえっと運,営運用しておりましてそれぞれ100億円規模ですね 形で今ちょうど来月をこう目指しているんですけれども産号ファンドをえ少し規模を大きく200億円規模でえと立ち上げようという形で準備しておりますと1号2号ファンドですねにご参画いただいているあの出資企業さんですねえっと全部で事業会社さん17社それから INCJ IN さん含めて金融機関5社ですねにご参画いただいてまあみんなあの 我々の設立のあのコンセプトにですねご賛同いただいて、えー、とパートナーとしてやっていただいてます。ではあの本題の方に入るちょっとあの前置きみたいな形はなりますけども我々の扱っている素材科学産業のところのこの課題認識というところを説明差し上げます。 素材化学産業ってあの、まあ、皆さん、どこまでこう関わっておられるかというところですけれども結構地味なんですけども高い成長性と収益性を持っているという形でこちらは金税の,のデータで、えーとまあ、株主投資利回りです、ね、をあの20年間取ったものなんですけどもこの上の青のものがケミカルの産業のところで、えー、と黒が世界平均というところで、まあ、かなりオーバーパフォーマンスしているという形で、えーとまあ儲かる業界である。 といいうのが世界的な見方でございます日本においても、えー、素材化学産業のところですね、えー、と産業別に見ますと,、えー、と鉄なども含めた形で素材化学産業という切り口で見ると、えー、GDP の,あの日本の3分の1を占めるという形で日本の基幹産業になっているというふうな形です。で世界的にあの売上高営業利益とあと、えー、収益性のランキングをですね見ると、まあ、の日本企業も頑張っているんですけども えー、例えば ROE であるとか時価総額といった収益性時価総額のところにおけるインパクトはですねちょっと社数が少なくなって、えー、存在感があの低くなっているという傾向でございます。で、えーとまあ、そんな観点でですね ROE の推移をこれは10年間ですね、えー、と見たものなんですけれども青の方がグローバルの,あのトップ100の平均のものでオレンジが日本企業なんですけれども。 えとまあ、改善傾向にはあるんですが、えー、グローバルの企業とは収益性のところで ROE のところで比較的に低いというところで右側がその要因分析のところで、えー、と結論的には ROS ですね売上と高利益率のところがこうちょっと少し差があるというところでございます ROS の,あの低いというところのちょっと我々の,あの仮説的な背景になりますけども あの事業ポートフォリオですねの転換がなかなか進んでいないとまあ進んでいるか進んでいないかというところの差がまあこの収益性 ROS のところにもつながっているという見方ですで。こちらは海外のですね代表的な素材化企業の事業ポートフォリオ変化を10年間で見たものですけどもまあ結構明らかにですね売上高の構成が変わっていってというようなところがえまあ基本的には今後のマリットから スペシャリティかであるとかバイオテクノロジーですねこういったところにこう、えー、とシフトしているのが明らかに見えると一方で日本企業の,あの皆さんも傾向的にはそういった形で事業ポートフォーリオ転換を施行しているんですけどもこの10年間のこのスピード感であるとか、まあ、目に見えるような変化っていう意味からすると少しこうあの緩やかなのかなというふうに見て取られます。 でえー、その中で,ですねポートフォリオ転換というと、まあ、短中期的には非有機的な成長手法である M&A ですねこちらが注目されますけども、えー、と件数で見ると日本企業もあの結構やってますというところなんですが割とですね1件当たりあるいは年当たりの平均というところで見ると結構あの海外企業との差が出てきてですねあの事業ポートフォリオを転換するほどのインパクトのある M&A というとこ,ところが実績 実行できていないといなとううふうに見えますでもう一方ですねあの中長期的にはやはり、えー、有機的な成長手法になっている、まあ、R&D ですね、えー、と自社で開発していくというところでこの R&D 効率をあの我々も、えー、と時系列で分析しているんですけれどもこちらの横軸が売上高で縦軸が研究が開発効率で、まあ、どれだけあの、えー、投じた R&D 費用をですねあの 利益につなげていいるかっていう指標ですねで右上にいくほどいい形なんですけども、まあ、2010年から見て2021年それぞれ変化はございますけども青の方がグローバルの化学企業で、えー、やはり総じてですね日本企業よりもグローバル企業の方がアランドデック効率の方が高いという傾向がございます。でこれは我々の,あの課題認識ですけども先ほどあの見てきたようにグローバルで比較すると、えー、日本の総大学企業の収益性は低い傾向にあると。 それが事業ポートフォリオ転換ですねこちらの新陳代謝が進んでいないというところが背景にあって、まあ、M&A ももちろん金額規模が小さいというところがあるんですがやはり R&D のところですねここをこう強化していく必要があるんじゃないかという見方になっておりますでじゃあ R&D が効率の低さはどこにあるんだろうというふうにもうちょっとこうあの仮説的に見てみますと、まあ、要素的には3分解されて えー、まずテーマ設定のところですね R&D の方針としてちょっと目先の直近マーケット向けのテーマっていうところが多くて、えー、となかなかこう中長期的にインパクトを持つようなテーマ設定っていうのが少ないというようなところであったり、まあ、真ん中の技術開発の成功率っていうのは比較的ここはあのきちんとこう達成できるのかなというようなところなんですがもう一方は右側ですね開発技術の収益化マネタイズというところで。 えとまあ、なかなかビジネスモデルのよし悪しも含めてあの問題が出てるんじゃないかというところでこの右側のところに関しては、えー、と外の力を借りて、まあ、いいあの技術的なシーズがあるものをあの最大収益化するためにこのカーブアウトというのをこう、えー、方法論としてあのツールとして使うという視点があるかなというふうに見ております。 で続いて今あの、まあ、カーブアウトのちょっと頭出しをしたわけですけれども、まあ、イノベーション創出に向けたあのカーブアウトというところで、少し定義なところと、えー、ケースのところをご紹介しますで。カーブアウトとはというところで、あの冒頭の方でも議論はございましたけれども、こちら、ある本から、あの書籍から取っているようなもので、えー、と経営戦略としてとていうところが重要ですねあの、経営陣が事業の一部分を切り出して、えー、と外部の経営資源を積,積極的に利用する。 新技術を事業化するための一オプション手法であるというところです。で、えー、と親元企業の,その、まあ、今申し上げた経営戦略の一環として切り話すというところがポイントだというところですね。でスピンオフとの違いっていうと、まあ、主体がスピンオフだと,その、えー、と開発した技術者が、まあ、外に出て独立して、えー、とこの技術で勝負していきたいというような形ですね。から先ほどのののさんのはどちらかとというとこのスピンオフ思考の中にこう えーとまあ、カーブアウト的なあの要素が入っているのかなというふうにちょっとお聞きして思ってましたで、えー、とやっぱりこのカーブアウトの方はあの経営陣が主体的に関与していると経営戦略の一環というところがやっぱり違いなのかなというふうに整理はしておりますで、えー、じゃあ新事業を、えー、作っていくためのやり方っていうのはあのいくつかありますよねっていう形でこれはあの大きく4つに分類しております で自社内で事業化するものと、えー、社内、社内ベンチャー化、まあ、バーチャルにベンチャー化するっていうもの、それから下2つが外をこう使うっていう形ですね、カーブアウトと、えー、今申し上げたスピンア,フスピンアウト、スピンオフというところ、でそれぞれ長,長所、短所ありますし、えー、よりコアに近いところだと、まあ、自,社自社でやったほうが、まあ、あえて外,外の力を借りずに、まあ、やったほうがいいんでしょうという傾向がありますが、まああのー、やっぱりスピード感であるとか、えー これですねあの人のところのコミットをこう得てですねやりやすいというようなところからするとこのえーとカーブアウトもしくはスピンアウトというところでかつなかなかスピンアウトだと,ですねえと最初から独力でやって大丈夫かなみたいなところの不安もこう出てくるとは思うんですけどもまあ親元企業の一定の支援というところがえと少なくとも当面は得られ,得られてですねやっていけるというメリットからしてまあいいあの ツールななのかなと新事業創出のためのツールかなというふうに見ております。でこちらあのちょっとですねイノベーション創出という観点でのメリットもう少しちょっと違った切り口で整理しているものですけれどもやはりあの自由な場っていうところがあの当事者にとっては大きいかなというところでやっぱり新事業ってあの大きな大企業になればなるほど全体の中では小さな位置づけなので、えー、と全会社全体の方針にこう左右されちゃうと。 いうところであの、まあ、今回の投資がならないとかです、ね、成り立たないとかいうことが、まあ、よく起こりがちなんですけども、まあ、それがあの自分たち主導でやっていけるというところは大きいかなというところそれからあの会社の,その枠にこうは,めはまる必要がないので外部パートナーですね、まあ、会社のカラーがあの消えますのでオープンイノベーションというのがやりやすいというようなところ。 2つ目のところも重要で、やっぱり迅速性ですね、スピーディーに意思決定していって、PDCA サイクルを回せるというようなところは大きいかなというふうに言っています。3つ目の点にあるところですね、インセンティブ設計、ストックオプションなどを用いて、頑張りに報いるような形の設計ができるというような形です。3つ目はファイナンス思考への転換とありますけれども、 えとまあ、こちらも結構、やっぱりあの先ほど資本政策のところでありましたけれども、えー、結構、需要でですねあの経営戦略に合致した形で資本政策どういうふうにこうガバナンスを聞かせるかみたいなところもここの設計にも関わってくるというところですね。だからあのやっぱり社内ベンチャーとこのカーブアウトの違いというのは社内ベンチャーも、まあ、ベンチャーに模してですね、えーと 割と権限維持をしてやっていくというような仕組みになっていて、まあ、ワークする場合もあると思いますけどもやっぱりあの所詮、えー、社内だというところになってしまうので実際に外部の投資家から、えー、と本当の、えー、と外部資金ですねニューマネーを調達して、えーとまあ、プレッシャーと、まあ、支援の中でやっていくというところは、まあ、大きな違いかなというふうなところでございます。いいですね えとこちら、ですねあのベンあの今回のカーブアウトに限らず、我々のあの投資のアプローチというところを、えー、紹介したものですけれども、えー、特にあのディープテック、それから素材科学産業というところだと、新事業はあの量産化。 えするまでまあ新事業が作られるまでかなり時間かかると20年30年平気でかかるという形なんですけどもまあこの中でえっと我々としてはステージの2と3のところですねこのの真ん中の5つにこう区切りましてですね真ん中の2と3のところに投資を集中していくという方針でまあいわばステージ1のところがアカデミアの基本技術を確立していく POC を確立していくというフェーズで4以降が まあ初期的な量産も開始されて、まあ、キャッシュフローも少しこう見えてくるというようなこの大企業がこうリスクを取りやすい大企業フェーズになっていくとうところですねこの真ん中の2と3のところがベンチャーフェーズで、まあ、やはりあのここが死の谷になりがちで、えー、ここの製品開発それからスケールアップというところですねここにあの適切なリスクマネーを投じてお金だけでなくて徹底した半蔵を支援していくというようなスタイルですね。 でえー、っともちろんあのベンチャー企業スタートアップがそのまま大きくなって IP をするなりして、まあ、スタートアップ企業は大企業になっていくという形もあるんですけども、まあ、特にこの産業だと、えー、設備投資が大きくかかるみたいなところがあ,あると、えー、この4の,あの、えー、大企業フェーズのところで M&A という形ですね大企業による M&A というのも、まあ、あのメインのシナリオとして考えるべきなので。 まあ最初から積極的な大企業連携というものもこうしててやっておりますじゃあカーブアウトあのい,つないつがこのカーブアウトのタイミングなのだろうなというようなこともご相談もこう受けたりするんですけども基本的にはあのスタートアップ通常のスタートアップと同様でステージ1だとまだですねアカデミアのフェーズで早くお金を入れすぎるとあのなかなか最後まで持たなかったりしてですね 困ってしまいまいすので、えーと、そういう意味でこういうチェックポイントですねステ,ージステージの1から2に切り替わるようなこのタイミングのところですねええー、形で、まあ、ここでは5つほどあの判断ポイントという形で例えば製品のところが、まあ、単にこのコンセプトだけでなくてそのコンセプトがある程度この立証されてるかというところですねでその立証っていうのがあのユーザーのお客さんの嬉しさの視点からえっ、ー、と まあ嬉しさが明確化されてそれが証明されてるねという状態ですね。でえーとまあ、延長線上の技術だとなかなかですねベンチャーキャピタルのお金を入れて、えー、と育てましょうというとなかなか難しいのでやはりあの革新的な技術で我々としてはグローバルでオンリーワンかナンバーワンの技術にしか投資しませんというふうに言ってるんですけども、まあ、そういう,こう、えー、と際立ったところですねというところを求められます。2番目のところは、えー まあ、あの将来的なです、ねえーまあ、スケールアップ大きくなっていくというところの,あのコスト感のイメージとか、まあ、実際にこれを大きく量産できるんですかみたいなところがある程度あの検証されているというようなところから3つ目のところが製品的なところで、えーまあ、最初はあのフォーカスしてですね一製品一用途みたいなところで展開して、まあ、一正面作戦でいくのがあのスタートアップの まあ、王道ではあるんですけどもとはいえ、それだけだとですね。本当にこれだけで大きくなっていけるのかっていうところがあるので、えっと最初は集中するものの、その後こっちの用途にも行けるよね。とか、こういう技術の発展があるよね。みたいなところはまあ欲しいなというようなところだったりしますね。サプライチェーンのところは結構長空港をですね。原料の方からですね。実際の。 消費者のところまで長くございますので、まあ、そこのところをきちんと理解した上でえで、ー、ちゃんとその採用される道筋が見えるかみたいなところですねマーケティングの視点からもこう求められるとで最後は人のところですね、えー、とプロジェクトを推進する熱意を持ったリーダー人材ですね、えー、という方が、まあ、いらっしゃるかというところは重要になってくるとで以降ちょっと3つほどですねあのケースをご紹介しますけども こちわれわれの1号ファンドで投資したケースですけれどもマイクロ AMS という会社で、えー、JSR さんからカーブアウトした案件で、まあ、これも先ほどの経営戦略でありましたけれども経営判断によるトッ,プガントップダウン型のカーブアウトと整理されます。事業は何をやっているかというとですねあの電子レンジのような、うん、ところで、えー、とマイクロ波成形ですねで、えー、ゴム型にこう樹脂のペレットを詰めて マイクロ波成形でやると金型レスで,です、ね、金型を射出成形で金型を使って射出成形で量産するという形ではなくてこのゴム型の中の成形で簡単に安く作れるというようなものですねあとは例えば 3D プリンティングだと限られた樹脂の種類しか使えないというものが多かったりするかと思うんですがこちらは熱可塑性樹脂をです、ね、かなり幅広い樹脂種で使えると。 いうところが特徴になってますでここのあの、えー、写真にあるようなですねあの成形品の実績がございますこちらのカーブアウトですけどもきっかけとしましては j サルさんの子、えー、会社の d メック社社というところで、えー、この新技術ですねあのなかなか面白いこのマイクロ派成形の技術っていうのを開発したんですけども、まあ、グループ内ではあのコア技術まあ えとコア事業としては捉えられないので面白いんだけどもこの人もお金もなかなかつけにくいなというところで、えー、とご相談を受けてで、えー、じゃあカバーアウトしましょうかというようなところで、えーとま、あの新社を作ってですねそこに現物出資,出資という形で知財であるとか、えー、と設備をですね移していただいてで我々があの現,金で現金を出資しという形で、まあ、ジョイントベンチャー的な形で作りました。 でこの際の右側ですけれどもあの人に関しては、えー、っと基本的にはここの事業に関わっていた従業員というのは新社の方に行ってですね移ってですねで、えー、っという形で親会社からの出向者というところもこの新社ですねマイクロ MS に転籍いただけるような形にしましたでここであのやっぱり社長人材ですね CEO 人材っていうとなかなかこのカーブアウトの,の場合いないケースも多くてですね えとここについては我々があのサーチの上、えー、と配置したという形になりますそれから CFO 管理部門というところは、まあ、最初は、えー、と我々の方でですね CFO 人材を派遣して、まあ、兼務的にですねあのサポートしていくというようなことをやっていきましたそれから、えー、と結構このカーブアウトのところだと知材とか設備のもう既存需要で進め,ているよう進めているような場合はですね特に、まあ、ここのところの どういうふうに切り出してやっていくかみたいなところが複雑になりがちですのでここを手当てして作り上げていったというようなところですねそれから管理体制のところはある程度これはカーバートに限らずですけどもスタートアップを支援するような形のパッケージができてますのでそれを提供しながら、えーとまあ、迅速にです、ね、円滑に立ち上がるような形で支援したという形になります。 続いて2つ目の事例ですけれども、こちらはツバメ BHB ですね、えー、こちらの、味の素さんからのカーブアウト案件というふうに位置づけられます、これはあの、えー、と共同研究開発型という形なんですけれども、えー、東工大の,です、ね、あの有名なあの細野研究室、細野先生の触媒の技術をもとに、これはあの、えー、味の素さんが共同研究をしていて、 実際にこれを事業にしていくという場合にですね、えーと、ご相談いただいたというところなんですがこの右側のほう、ねえー、何をや,やっているかというと小型のオンサイトアンモニアの生産,し、えー、生産システムということで、まあ、モジュールでですね、年間3000トン規模とか5000トン規模のモジュールの販売するというものと,、えー、とあとは EPC として、えー、と基本的にこの触媒、えー 設計のパッケージと触媒を販売していくというような形でちょっと規模が大きくなってくるとこの2つ目のモデルを取っていたりするというものです。であのこちら今ちょっと申し上げましたけれども細野研究室と東工大の技術と味の素さんで共同研究していたところを、えーとまあ、アンモニアの製造をですね味の素さんの主力事業のアミノ酸これの副原料としてア,ミノア,ミアンモニアを使ってたんですけれども まあこちらをですね、えー、と内製化して、えー、と安価に安定的に調達したいというところなんですが、まあ、アンモニアの生産自体をなかなかこう一人でやりきるのは大変だなというところで、えー、とご,あのご相談いただいて、まあ、カーブアウトですね安住元さんとのジョイントベンチャーみたいな形でつばめ BHB を設立したというところですね。こちらら本当にア、まあ、アカデミアからの、えー 企業みたいな形の側面ももちろんあるので、なかなか一からの事業立ち上げというところで大変でありました。ここでもやはりですね、CEO 人材っていうのは、す、え、で、ー、にはいらっしゃらなかったので、われわれの方で人選して、あのえーとまあ、やっていただいたという形ですね。それから、えー、先ほどのように、CFO 人材っていうのを派遣しましたというところと、 カーブアウトでその、まあ、CEO 人材と絡んできますけどもファウンダーがですね町野さんみたいな方,たが方がいらっしゃればあのとてもいいんですけどもファウンダーがいないというようなことが多いので、まあ、ここにこの魂をどう込めていくかというところはカーブアウト案件の結構課題になることはと思いますゆえに、まあ、ここでは、えー、と経営のプロ的な CEO 人材を持ってくるとともにあの 実際には、えー、と味の素さんでやっていた若い技術者の方であるとか、まあ、プロパーで燕 BHB でこう採用するような人たちに、まああのえーまあ、そこに熱意を持ってこの事業を進めていくという形のリーダーシップを取ってもらうような形ですね、まあ、これを、まあ、我々の代表自ら、えー、研修をです、ね、かなりこう長期間にわたってやっていてまて、あ、自分たちで、えー、事業計画をですねかなり 野心的な事業戦略事業計画を作れるような形にしていったというところですねでそれから先ほどのように、まあ、頑張りに報いるような形のストックオプションインセンティブの報奨制度というのも設計していたという形になります3点目は UMI ではなくてですね、えっと、UMI の前身、まあ、母体となっていた INCJ さんの事例なんですけども 日本電子産の一つの事業部であった NMR ですね核磁気共鳴の装置のところをカバーバウトするというような形の取り組みでしたもうこの事業はすでに200人ぐらいこう関わっている方がいらっしゃる、まあ、ちゃんあの大きな事業になっているものですね。 こちらはただです、ね、外部連携をしやすいこのオープンイノベーション取り組みを開発を加速させたいというようなところで外部資金である INCJ の成長資金を投下するとともに役員派遣などを通じてです、ね、経営を変革していったというところを、ね、こちらはあの数年してです、ね、日本電子さんが買い戻しするというような形で落ち着きました。 で結構です、ね、この数年間の中でこのスタートアップイノベーションという意味であの、えー、とかなり得難い経験になったようであの日本電子さんの中では、まあ、成功ケースとして、まあ、そこに経験された方が、まあ、社内にいい影響を及ぼしているというふうにもお聞きしております。でちょっとまとめな形になりますけども UMI の,のアプローチというところで。 えとまあ、経営戦略、それからガバナンス体制、資本政策ですね、この3要素がこう整合,させ整合さしてです、ね、あの進める必要があるというところで、まあ、それぞれはこの経営戦略のところで、まあ、事業がも持つあのポテンシャルですね、最大価値のところを理解して、それをいかに実現するかというところで、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、そこの PDCA をです、ね、われわれも大切なお金をファンドでですね、LP 企業さん、 からこう集めてますので、まあ、それをいかにこうきちんと運用するかという観点で、えー、とこのスタートアップ、カーバーアウトベンチャーと一緒に取り組みますので、まあ、そんな中で、えー、と価値を最大化するというところは大事なところかなと思いますから、ガバナンスのところですね。えー、とまあ、ファウンダーがいれば、ファウンダーとファウンダーを中心とする経営陣ですね。要は先ほどのように。あの？ 経営陣を連れてきて外からこう招いてですね、いうようなケースもしかりなんですけれども、まあ、いかにあの株主としてのベンチャーキャピタルと経営陣が、えーとまあ、同じ船に乗ってですね、同じ方向を向いていくかというところは大変大事なところかなと思いますし我々もただ言うだけじゃなくてですね、えー、と頭も手も足も動かすというところをこうやっております。 それから、えー、と資本政策のところですね、こちらの方もあも経営戦略の,あの実現に沿った株主構成というところで、まあ、ここのところも、結構、えーとですねまあ、シード的に1回目、2回目投資、資金調達しましょうという形の、まあ、目先の,この資金ニーズに応じて動きがちなんですけれども、やはりあの最後のです、ねえー、とエグジト、あるいはその先の,あの 成長を見据えてですね計画的に資本政策資金調達をしていく必要性があるという形になります最後ですねちょっと一般論も交えてですけどもベンチャーキャピタルを活用したイノベーション創出というところでちょっと改めましてベンチャーキャピタルとは何かというようなところで,ですけどもよくあの 米軍の訓練施設ですねブートキャンプに入るようなものだっていうふうに称されることあるんですけどもベンチャー企業のある時期から、えーとまあ、大きく成長していって、えー、IP をしたいとかあるいは M&A で大、えー、きなリターンを得たいと要はその先ですねあの事業をもうあの大きくしていきたいというような過程の中でおそらくまあ5年から10年ぐらいのお付き合いになることが多いんですけども。 われわれがこう投資して一緒にこう支援させてもらうというような中で左から右というとこのある数億円ぐらいの,この規模の初期の段階から例えば時価総額80億円のところまで進んでいきましょうという中でどういう関係性になるかというところですの投資するお金を出すだけじゃなくてあらゆる手段を講じてですね時には経営者 あるいは時には営業マン管理部長みたいな形で、まあ、そういう役回りをこう果たしたいというふうな形で我々はあの取り組んでおります。でその後あの我々にとってこの右側のところがエグジトでですね、えっと、買った株を、えー、一緒にこうバリューアップして、まあえー、何倍かにしてあの売却するというのがベンチャーキャピタルのモデルなんですけどもスタートアップ、まあ、ファウンダー起業家の皆さんにとってはその先ですよねがさらにあのえー、っと この右側のところが新しいスタートというような形でこう位置づけております。でカーアウトの場合にあのベンチャーキャピタル外部資金をこう活用するメリットというところを少し整理してます。資金っていう観点だと、まあ、自社単独でで,はですねなかなかこの事業に今5億出すかとか6億出すかみたいな形のところがこう躊躇しやすいところについて。 えとまあ、先ほどのようなあのきちんと成長が描けるというようなことであれば、えー、と魅力を感じたベンチャーキャピタルはこうお金が出せますというようなところですねで先ほどの,あの日本電子さんのように買い戻しのような形もできますということですねただ、えー、とその成長した分あの買い戻しの時のバリエーションですね株価っていうのは時価となりますよというのはちょっとみそうなところかなと。 それから財務インパクトの提言というところでそ、えー、らくこの数年間ぐらいその新事業で、えー、といくつかきちんと管理していると、まあ、赤字になっていって、えー、そこが少しこう足を引っ張っているとかですねあの金食い虫だみたいな形で言われるケースもあるかと思うんですが、まあ、一旦このカーブアウトということで、えー、とあの連結から外れるところなので、まあ、連結収益のインパクトを軽減できるというような側面もあるかなと思います。か3つ目はあの 会社のカラーが薄くなるというところとベンチャーキャピタルの金融投資家というような中立の幅広いネットワークを活用して事業開発というのを加速させるようなことも可能だと期待できるというところですね4つ目が経営支援パッケージというところでこれはカーバートに限らず他のスタートアップもそうなんですけども事業開発あるいはマーケティング研究開発ですね こちらに集中、いかにしてもらうというのが重要で、ファイナンスのところであるとか、管理部門のところはいかに効率的に VC の方がこう用意してです、ね、サポートしていくかというところは、我々としても注意しているところでございます。最後、ツールとしての金融というところで、こちらは得て増えてございますので、投資のところですね、デッドを組み合わせるとかですね、いろいろな、こういうのところは、我々はこう、 活用いただくような一つの側面かなと思っておりますでこちらはあのカーブアウトを、えー、やりませんかみたいな形であの事業会社さんの、ね、R&D 部門とかにこう持っていくようなパンフレットみたいなものなんですけども、えー、とやっぱりこの、えーまあ、自分の技術勝負できるような技術を持ってるというような方に関してはこの、えー、カーブアウトの仕組みを活用するというのは、えー、とご一行だける。 あるいは経営,としてです、ね、経営者として、えーとまあ、こ,のこの技術っていうのはむしろこの外でこう育てた方がいいんじゃないかとかですねいうようなところもあったり、えー、してお声がけしております。でそういう場合にですねあのじゃあちょっと興味あるなと進めたいなというふうになった場合には、えー、少しこう2つのフェーズに分けてあの相談ご支援してるんですけれども最初はあの企業前診断というところで先ほどステージ1から2に行って 行きますか行きそ、行けそうですかというようなところなんですけれども、まあ、こういう観点で、えー、とニュートラルにです、ねまあ、この事業あるいは技術というところをこう評価というかですね、アドバイスすると。でじゃあ何かこう検討できそうですねという形になるとこの右側のフェーズの方で、えー、と企業支援ですね例えば事業戦略とか事業計画の策定のこうパッケージのようなものもご用意してますので、まあ、それをもとに。 えとビジョンであるとか、まあ、戦略からよりあの具体的なアクションのに至るところまで、えー、とご相談いただけるような形にしていってしております、えー。最後になりますけれども、えーとまあ、我々の,あの土俵であります素材科学産業というところで、まあ、イノベーション創出手段としてのです、ね、カーブアウトあるいはあのカーブアウトに際してのベンチャーキャピタルの活用というのは、えー、と有効だなというふうにあの考えておりまして。 今後あの、いくつも成功事例が生まれてくるんじゃないかと期待しております。で一方で,です、ね、あの目的、まあ、何事もそうですけどもあのなんとなくこれ面白そうだなみたいな形で流行ってるからみたいな形だとちょっとうまくいかないこともこう出てきちゃいますので、まあ、目的のところをきちっと定義して先ほどのように経営戦略の一環の中で えとまあ、このケースこれについてはあのなぜカーブアウトを使うのかみたいなところですねここを詰こめることが、まあ、新事業を進めるための,あの社内的な議論にとっても重要なのかなというふうに考えています最後ですねあの先ほどのようにあの事業家相談カーブアウト相談みたいなのもお気軽にできますので、まあ、社内でもしかしてあのこういうカーブアウトが向いてるんじゃないのかなみたいな形ののがあればまずはあの我々にご相談してみると。 というところもあのお考えいただけるとありがたいといころでございます。あんたかでございますが以上でございます。山本様どうもありがとうございました。ではここからは質疑応答に移っていきたいと思います。えっと質疑応答は斉藤様の方からよろしくお願いいたします。はいありがとうございます。えっとまずですねあのプレゼンの方はありがとうございました。あのそうですね私の方もちょっと見見ててですねあの非常にこう あのカウンタートするときに、ね、VC の方々とです、ねまあ、一緒にこう立ち上げていくって、そういうことのメリットはですね、結構よく分かるような、えー、説明になっておりまして、ちょっと私もです、ね、結構こう,うんうんとなりながらと聞いてたんですけれども、はいありがとうございます。 ちょっと時間もあるところもありましてちょっと私からのです、ね、質問を1件までずつ,つまた前みたいにです、ねえっと、事前に集めた質問を2件ということで合計3点のです、ね、ちょっと質問をさせてもらえたらなと思っております。1件目の質問はです、ね、私からの質問になるんですけれどもあの、まあ、結構です、ね、御社で,です、ね、そのカーブアウトの支援するそのプログラムというのはです、ね、かなり確立されてるなと思ったんですけどもあってそのいつ頃からそういったプログラムを作ったのか。 かというのとその、まあ、こうやってやっぱり作ったというのは何かのこうきっかけでやっぱその何かこうカーブアートってなんかこう一つの価値になるのかなっていう、まあ、そういったところもきっかけだったのかなというのを思うんですけどもそのいつから作られたかでそのきっかけっていうのも,もしありますから教えていただければと思っております、はい、そうですねあのこちらの前,前身というか母体となる INCJ さんのところから、まあ、あの企業からカーバートするというのは先ほど日本電子さんの例がありましたけども、えっと、盛んにやっておりまして得意としてましたので、まあ、それを我々が えとまあ、代表の騎馬が NCJ c 出身ということもありまして、まあ、引き継いでいるという形ですねで我々になってからもやはり、えーとまあ、17社の、えー、事業会社の,あのファンドにご出資いただける、えー、ルピキオさんなんかもいるので、まあ、そこのディスカッションの中でもちろん最初はです、ね、スタートアップとの連携したいとか、えー、最終的に買収したいみたいな、まあ、取り入れる側の視点からなんですけどもやっぱりその、えー、新陳代謝が大事なので えー、まあこ、この技術、この授業というのは、何とかできないかなみたいな相談も結構多くて。まあ、そんな中で、あの実践的に、えー、と、こうしていくといいみたいな、このプログラム、プログラムというかですね。まあ、進め方がだんだん、こう、こなれてきたと、形になりますあ。ありがとうございます。そうですね。あの、先ほど紹介いただいたですね。えっと、スタートアップの方はですね。なんか。むしろ、向こうから、えっと、相談を受けた、って形になるんですよね。はい。なんか、そのような、しょっちゅもですね。しっかりできていて、なんか、素晴らしいなと思いましす。はい、ありがとうございます。 で2つ目、3つ目の質問はですね、まあ、事前にちょっと集めさせてもらった質問になるんですけれども、まずじゃあ、ちょっとその中で1つ目の質問となりますのは、えー、とちょっと長いんですけれども、まあ、成果をです、ね、上げることの意義が高く認められれば、投資を得ることは可能でしょうかと。 あの新領域ですね、まあ、エネルギーの研究などはですね未知の分野も多いと思います、それでも投資をしようとする物資は存在しますかと、まあ、その際、ポテンシャルはどう見せたらいいでしょうか、まあ、あの新領域エネルギーというところでは、ですね多分、王者とはちょっと関わってくるとことじゃないかもしれませんけれども、そのなんか未知の分野、未知の部分が多いという点までですねその材料とか、えーとまあ、バイオ系もですね結構、温まってくるんじゃないかなと思うところですね、まあ、そういったところにですねその投資をしようとする、ですねバ培養の,そのどういったものを示せば。 どういうですけ投資に引きつくのかってこれ難しいところあエネルギー系も我々はあの関わっているあの分野ですので、まあ、よくご相談もいただくんですが、そうですね、えーっとまあ、何かというと、多分何を解決するんですかというところですよね、我々としてもその、えっと、10年後、20年後の,この大きな社会課題を解決する、まあ、普遍的なテーマであればあるほど、まあ、投資意義が高いというところだと思います。でその、えーっと まあ解決するテーマに対するソリューションとしてそれがあのオンリーワン性ナンバーワン性が高くてで実際にお客さんにとってのうれしさにつながってますねというようなところがあってでそれを推進しようとする、まあ、その人がです、ねえー、とリーダーシップを持ってこの人にかけてみたいというふうになると、まあ、かなり話がこう進むんじゃないかというふうに期待しますはいいありがとうございます。 でで最後の質問になりますけれども、えっとまあ、カーブアウトにです、ね、今後です、ね、どのような期待をしているのかと、でどのようなです、ね、企業に出てきたらもらったら嬉しいのかっていう、そういったところをですね、もう最後にいただければと思いますそうですね、あのまあ、今、アカデミア初のベンチャーという形で、えっと、いろんなプログラムが用意されて助成金もありますし、えっと、今後、さらにえっと増えていくと、まあ、日本はちょっとです、ね、世界的に見ると、やっぱりスタートアップ投資っていうのは少しこう劣後しているんですけれども、まあ、これから盛り上げていけるんじゃないかなと思います。 でもう一方のこのイノベーションの源泉みたいな形でカーブアウトをあの位置づけられるといいなというふうに期待しています。故に CVC、まあ、活動みたいなのもですねあの各社、えっと、我々もちょっと見たんですけども2015年ぐらいですかねえ、まあ、13年ぐらいかな5年6年ぐらい前までと CVC 活動していますかというと、えーまあ、20社いて2社23社みたいな形だったんですけども今 そ8割7、8割方ぐらいがやっているみたいな形なんですけれども、同様にやっぱりその新事業がそれだけ重要性を増しているということなので、まあ、自分たちの中にある、えー、シーズンの、えー、と有効なこう生かし方、まあ、そのオプションとして、そのツール、やり方として、あのカーブアウトをぜひ考えていただきたいなというふうに考えていますはい、ありがとうございますすみません、えー、と時間が来てしまったところありまして、えー、と質問ので,ですは、ね、以上とさせていいただきまますすありがとうございますありがとうございました。 では山本さんはあの最後に一言いただきまして、この回終了とさせていただければと思います。最後によろしくお願いします。はいえー、と今日はお話をお聞きいただきましたありがとうございました。結構ですね、のカーブアウトについては、あのまあ、今申し上げたような形で、えー、と新しい、まあ、日本企業、えー、の結構ですね、えーと、中でやってきた、あの蓄積してきた技術っていうのがあるので、えー、とその技術でこう世界に戦っていくというところ。 ただ、今までのこの方法論とか社内の議論の中だとこう育ちきれなかったものがえと外に出してみるというようなことがあのまあそれがきっかけとなってこうイノベーションがこう実現するというようなところをこ期待していますのでまあぜひお気軽にですねまああのちょっと気になったらご相談いただくというところのアクションを取っていただければと期待しております。ます山本様どううもありがとうございました